服部優奈ちゃんの卒業公演です。多分夜ねバタバタして配信多分できない可能性が少々あったので、保険でこの時間にやっとります。こんにちは。今日は暑い。今日は暑いの？ふんとだ、もう23度。ということで、ちょっと、劇場に行く準備をしながら配信します。よいしょ、こんにちは。昼休み中？あ、本当？ちょっと早かったかなと思ったんだけど、よかったです。メイクポーチ忘れ物ないようにしなくちゃ。こんにちは。今日髪型どうしようかな、悩ましいですね。温度計30度。その部屋の中ですか、それとも外？外はそんな暑い地域もあるかな。建物の中だったら、建物の中の30度って結構地獄じゃない？えぐいね。よいしょ。あ、そう、聞いてください。これさ、前 A 公演でさ、サホさんが言ってたさ、謎解きのサブスク、私も注文しちゃった。よし、体温大丈夫。私も謎解きしちゃうぜ。こんにちは。冷房が絶賛稼働中。確かにもうちょっと暑くなったら冷房つけたいぐらいの部屋だな、うちも今。こんにちは。謎解きは苦手？でもやってみると結構ハマったりするかもしれないよ。謎解きは結構経験値だしね、慣れですね。完全にちょっと鼻詰まってきた。あ、でも鼻はもう治りました。今のは多分普通に朝の鼻炎、朝の鼻炎ですね。今鼻がもぞもぞする。風邪じゃない、風邪はもうほぼ確実に治った。ちょっとリップクリーム選抜今組んでるから、ちょっと待って。何、誰を持っていこうかな。君は一応持って、ああ君いらないか。君は持ってこうか。君も持ってこう。オッケー。これは自宅待機。よいしょ。こんにちは。ちょっと血色悪いから唇に色つけね。ね、前髪の宿毛かけたんだけどめっちゃ綺麗じゃない？朝起きてこの前髪で起きれるのめっちゃ超ストレスフリーなんだけど。すごいさ、前髪癖っ毛だからさ、すごくない？こんなストレートで起きれることある？やっぱお金をかけるだけあると私思いました。
もうメイクポーチがさパンパンすぎてさ入りきらんからそろそろ買い替えたい。どう頑張っても入りきらんのよな。どうしたらいいんじゃ。こんにちは。そう、今日がゆうなちゃんの卒業公演っていう実感はまだ全然湧いてない。まあお話し会でさ、その会えるんですよね。そうだから、そのまだ仕事現場で会えるっていうのがその実感させてくれない原因だと、原因の一つであると私思うんですよね。そう思いませんか。よいしょ、こんにちは。そのまだ会えるしなーの気持ちね。こんにちは。でも一緒に公演出るのはもう最後っていうのは結構衝撃的な事実だね。ちょっと箸ボロボロになっちゃった、これ捨てよう。なんかさこの前さお話し会でもさ、みんなに話したり話さなかったりしたんだけどさ、さやの今仲良しがいっぱい卒業しちゃってるじゃないですか。でさ、さ今後さ、まあみんなは考えたくないと思うんですけど、一旦考えるとするよ。今後さ、いつかはさやも卒業する時が来るわけじゃん。マジで卒業公演で呼びたいメンバーが残るかっていう、友達残る一人でもいるかなっていう、これ以上卒業されたら卒業公演できないわっていう気持ちね。そう、このその気持ちよ。非常にどうしようかなっていう困っちゃうよね。友達いなくなっちゃうよ。今日さ、楽屋の席どこだろう。今日のポジション忘れちゃったな。いや、まだ全然卒業発表もしてない、卒業もしないんですけど、卒業いつかするときにね、友達いないなっていう気持ち。あとは何持っていくんだ。何を持っていけばいいか分からん。ゲストとしてやっぱ大丈夫。でも卒業したメンバーはもう呼べないからさ。そうなの、現役メンバーしかね呼べないんだって今は。そう、今日は A 公演じゃないからシール帳はお家に置いておこう。よいしょ、こんにちは。こんにちは。違うな。
んにちは。卒業していく確率から考えて後輩の友達を増やさないと。やばい、後輩付き合い苦手なのにピンチ。私さ、本当にさ、後輩と仲良くする力あまりにもないと思う。本当にね、終わってるこういう関係が。そうなんだよね、そこがね一番の問題よ。あまりにも後輩の友達がいないっていう。やっぱね、後輩ムーブの方が得意なんだよね、昔からなんですけど。こんにちは。そこは iPad mini です。 iPad mini の第6世代お絵かきかき左衛門になってます。なんか気に食わないよね昨日これで完成って思ったんだけどな。あ、こっちの方がいいですね。ちょっと待って、消しちゃった。これで、ふんふん。やっほー、こんにちは。やっちさん、かわいいギフトありがとう。iPad mini 買おうと悩み中。あの、用途にもよるけど、 iPad mini はめっちゃ使いやすい。 iPad よりね、ミニの方が個人的には使いやすいと思ってる。まあもう用途にもよるんだけど、そう、それみたいにお絵かきしたりとかするのはかなり iPad いいと思う。あと iPad って何に使う？でもさ、普通の iPad だとでかすぎるからさ、その持ち運びっていう観点でさ、そのデメリットが生じるんだけど、ミニぐらいなら軽いしちっちゃいから、もうすいすいどこにでもお友達として持っていけるから。かなりいい感じです。プレス練習しちゃった、いっぱい。これかな。よし、じゃあこの iPad も持っていきます。 iPad、 ペンがな、ペンどうやって持ち歩くかだよね。 iPad のケース未だに買ってない。あ、違う、買ったんだ、もうすぐ届くの。そう、みんな iPad mini のケースついに買ったからもうすぐ届くんだ。そうなの。あ、今日もカフェオレがお供です。公園に持っていくもの全部入れた、カバンに。
例えばこれで公園行ける？本当に？本当か？てか普通に雫公園が久しぶりだからさ、ちょっと普通に心配。じゃあちょっともうすぐ15分経つのでカフェオレ飲み終わったら終わりにします。みんなお昼の忙しい時間にお付き合いありがとうね。どんなケース？手帳型のね、マグネットついてるからこうペタってくっつくやつ。ちょっと今度届いたら見せます。まだね買って届いてないんですよ。届いたら見せます。なんか可愛いトナカイの絵柄だったかな、忘れちゃった。なんか絵柄描いてあるやつ、デニムっぽいデザインのやつで、 MacBook のケースも、ケースっていうかインナーバッグもデニム生地で揃えようかなと思って。デニム生地可愛くない？私さ A 公演のそのままでの衣装でがデニム生地なんだけど、なんかそれを着てからうわデニムってめっちゃ可愛いやんと思って。それさ、そのジーパンってあんま好きじゃないんですよ。好きじゃなかったんだけど最近履くようになったのはそういう心境の変化もある。うわデニムって実はめっちゃ可愛かったと思って、やっと気づいたみたいな感じで最近よく着てます。ジーンズ素材の小物とか結構好き。あ見て、これ私が今苦しめられてる落語の台本正座やばい、マジで正座やばいわ。足が、膝が爆発する、痛すぎて。そう、カバンは口が閉まるのと開いてるのどっちをよく使いますか？閉まる方が使うかな。ゆなちゃんもショールーム始めたよ。やっぱそうだよね、ゆなちゃんこそ忙しいよね。ちょっと日焼け止め塗ろう。ゆなちゃんこそさ今日絶対終わった後バタバタやと思うから。以上、絶対にやっといた方がいいと思った。ゆなちゃん今から、そっかゆなちゃんの方が劇場に近いか今から始めて劇場に時間に着くと思ったけど、ゆなちゃんの方が劇場に近いわ。こんにちは。今日はね服白系です。ズボン、ちょ見せ方あれやけど、ズボンも白やし上に着てるシャツも白で、中はなんていうのこれ、茶色、茶色ってなんていうの英語で、ブラウン、ブラウンか、ブラウン、ちょっとこう優しめの可愛い感じに今日しました。ちょっと最近ね私の意識改革が起きまして、ちょっとやっぱおしゃれなメンバーと仲良くなると自分もおしゃれにならなきゃと思うんですよね。なんかいつもさ劇場の時とかレッスン着でとことか歩いてくんですけど、なんかあまりにもレッスン着すぎてなんかメンバーの横歩くのちょっと恥ずかしくなっちゃって、みんなおしゃれやから、そうだから最近ちょっとおしゃれ、レッスン着もおしゃれになりました。やっぱそのルイは友を呼ぶシステムというか感じでね、周りに感化されることはありますね。あ、靴下はキティちゃんなんですけど、これはキスバイエイトの時に横内先生とリサさんから全員にねサンリオの靴下をもらったんですけど、それの靴下です。思い出の靴下にしてみた。なんかやっぱゆなちゃんとのさでかい思い出の一つにキスバイエイトはやっぱ切っても切り離せないからさ。そう、さあそんなこんなでショールーム終わりにしますよん。マッツさんギフトありがとう。クマちゃん、クマ、クマみたいな服着てるわ今日。さあということで今日の公演もよろしくお願いします。もし夜できたらやるんですけど、まあ、できなかったらああできなかったんだなって思ってくださいとりあえず今日は久しぶりの雫公演で結構ドキドキしてるってのもあるし、ゆなちゃんの卒業公演寂しいですが頑張っていきたいと思います。
ランキングを見ます。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位トールさんありがとうございます。10位カズクーさんありがとうございます。9位トレンドさんありがとうございます。8位サンちゃんだよさんありがとうございます。その吉かなさんありがとうございます。6位ナオトさんありがとうございます。5位リーナちゃんありがとうございます。4位ハルトスヤさんありがとうございます。8位マッツさんありがとう、じゃあ3位マッツさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。7位はヤッチさんありがとうございます。では今日ね来てくれる方も何人かいらっしゃると思うんですけど、ぜひ気をつけてきてください。そしてオンデマンド、まあ私は今日あんま映んないと思うんですけど、皆さんぜひオンデマンド VR で見ていただければなと思います。じゃあまたね、バイバーイ。